今回は3月29日の調整で武力プラス4プラス5効果時間 8.8、8.3 カウントになったノーマルボン少佐ネヨシを紹介していくよ。シキオンのデメリットの関係として価格の武力上昇値に本人も武力ご気合と優秀、範囲はあまり広くなく自身を含まないため本性に抱きつかれて潰されない工夫が必要。フロア鉄砲にはタワー特化の陣形として、ウサミはいて 1.5 コスには四天王陣がおるから、四季の軽さを生かした打計略との重ねかけのしやすさで差別化していきたいかな。号令足す後方陣の重ねかけからもう一度後方陣を連打するような使い方ができるのは四季音ならではで、そういった点から城を取る能力が高い攻略。陣形としては四季音は最軽量やから今バージョンで情報修正された相良の直兵隊の陣を効果終了直前に後方陣で上書きして撤退デメリットを打ち消す使い方もできるから組み合わせとしておすすめかな。流派発動、一の型報復の時、バカチンガー切り開け、やるやろぬわぎゃー、死ね、バカチンガー、発動、二の型おやじ、すまない、我ら将兵決死の覚悟、突き進め、死ね、ランってのは生きるための戦いだ、切られる時が来たか、バカチンガー、やれ、切り開け、切り開けやよ、てめえ強えな、敵陣はどっちだ、体勢を立て直す、報復の時、やれ、切り開け、乱世に示す我が覚悟、その身に刻め、ぬわぎゃはー、バカチンガー、切り開け、主に三代敵を斬る、うわよ、切り開け、貴様、切り開け、おやじ、バカチンガー、切り開け、切り開けよ、言ってて、失敗したい、流派発動、3の型、敵陣はどっちだ、てめえ強えな、ほら行くぜ、大
体勢を立て直す。乱世に示す我が覚悟、その身に刻め。お前の志はそんなものか。主に侍、敵を斬る。バカチンガ、ごめんね、守れなかった。バカチンガ、方向を変えてまいろう。戦機開放。お前の志はそんなものか。我ら将兵、決死の覚悟、突き進め。流派発動。三の方。方向を変えてまいろう。おやじ、すまない。あれだけ終始不利やった展開から逆転できたのは、四季音の連打力ならではよね。ご視聴ありがとうございました。